新しい衣装が追加されたよ。森の中の小さい家を借りて音楽会の準備をしたんだけど、いつも気づいたら動物に囲まれてた。不思議な時間だったな。夏希は森でも自由自在に動き回るんだ。迷子になるのはちょっと困るけど、そのおかげで秘密の場所をたくさん開拓できたよ。何もかもが手作りの森の音楽会へようこそ。君を笑顔にしたいって気持ちは誰にも負けないつもり。最後まで楽しんでいってね。新しいストーリーが読めるよ。新しいストーリーが読めるよ。新しいストーリーが読めるよ。新しいビジュアルどう？